い、どうもお疲れ様でございます。まあ、日々進化著しい、まあ、AI というカテゴリーなんですけども、今回はね AI で短時間で簡単に作れる動画の方をね紹介したいと思います。まあ、それがこちらのサイトなんですけども、下にね URL つけておきます。ルナなんとかっていうやつだったんですけどね、ドリームなんとかです、ドリームマシーンちょっとこれ正式名称忘れましたけども、まあ概要欄につけておきますので確認してください。で、すでに作った動画が3つあるんですね。で、一番左からね、まあ、この、テーマで書いてるのがこちらです。これね、日本人って入れるのがポイントで、これ入れないといろんな人種になってしまうんですよ。どうです動き、これだけの人数がいる中で結構背景までねしっかり書いてくださってますね。で、プロンプトって言って打ち込んだ文字これだけなんですよ。そのプロンプトをここに入力するわけですよね。で、真ん中ほら、この大人数を動かしてるわけですよ。まあ、細かく見るとね、なんか宇宙人みたいな動きになってますけどもね、どうでしょうかね。こちらのキーワードだけです。で、これ3つ目の動画もこんな感じですよね。で、それぞれダウンロードができて、この同じ動画の、まあ、短いですからね、数秒しかないんですけども、これをさらに長くしようと思ったら伸ばすってやつをやると、この動画のテーマでそのまんま長くしてくれるんですよね。これも同じです、これも同じで、こちらの方に入力するだけですから、例えばサイコロ振る、サイコロを振るとかどうですかね。これでこういう風にしてみると、そうするとしばらくするとサイコロを振る動画をほらね、こちらの方に作成されるってことになりますんで、ちょっと待っていればこれ作られますよ。このままちょっと待ってみましょうか。まあ、この待ち時間の間、もしかしたらね3分とか5分かかるかもしれないんで、多分ね待ち時間ね、まあ、3分くらいだと思うんですけどね。なんか変なメッセージ出ました。はい、じゃあ戻りましたんで、サイコロ振る動画が出来上がるのを待っておきましょうか。これね、別に10分とか20分待たなくていいですからね。こちらの動画それぞれね3分ぐらいでできたと思うんですよ。まあ、今回ちょっとね早送りしてるんで、ストレスはそんなにかかんないと思いますけども、さあどんな動画できるんでしょうか。まだですかね。あ、結構長いですね今回このね動画はね、それぞれねパッパッパッとできたんですよ。それから1日のこの無料バージョンなんですけど、無料バージョンだと1日に作れるこの動画のね枚数が限られてると思いますから、まあそれでもまずは無料バージョンをねやってみて、でいくつか作って、あ、これいけるなと思ったらね、有料バージョンに移るのもまた一手だと思います。まあ当然皆さんそうするでしょうけども、まあでもね、こういう風にね動画がどんどん作れるようになると、その映像作家さんの種類も仕事の種類も変わってきますね。で、ロケにも行かなくてよくなるじゃないですか。これこのプロンプトを正確に打てればの話なんですけども、まあ、それはプロンプトを入力するその経験値とかね、知識量とかにもよってくると思いますし、あとはプロンプト自体を販売する人とかも出てくるかもしれないですね。だからプロンプトってのは同じものを打っても違う動画が出る可能性が非常に高いですから、まあそれは使えるんじゃないかなと思いますね。はい、2分経ちましたけども作られませんね。いや、ここからちょっとワープしようかと思います。はい、ワープ完了です。で、ワープって言ってもね30秒ワープしただけです。再生しますね。すごいトリッキーなというか、まさに宇宙人のサイコロ振りになってしまいました。何でしょうかこれは。はい、まあこういうのもありということでね、動画生成の AI にはまだまだ
人と私たち人類が歩み寄らないといけないところがあるということでございます。じゃあ今回は全体としては5分の動画になりましたけども、いかがお感じになったでしょうか。それでは失礼します。